で先生、はい、こんにちは。今回もよろしくお願いします。お願いします。私今年還暦なんですけど、おめでとう。赤いちゃんこ、ちゃんこ、そう、いろんな意味で開き直れるっていうか、だってほら映画安くなるしまあちょっと年金まだもらわないんですけど、いろいろ安く、シニア価格、うんうん、それね、思ったんですけど、ほら今巷でなんかほら宮崎美子のガラゲーの宣伝、うんうん、あ、違う違う、スマホの宣伝で、うん、おばあちゃん で、うん、でこのニット帽で可愛いおばあちゃん、うんうん、ガラゲー女子にはっていうのに対する、うんうん、その二十歳ぐらいの子たちがすごいバカにした感じで、うんうんうん、女子とか、うんうん、ママとかって言ってたね。そうそうそう、うん、でも私実際にはそれぐらいの25とか30ぐらいの友達いっぱい、うん、っていうか遊んでくれるとかご飯食べてる人多いんだけど、うんうん、ああいう風には全然見てなくて、うん、全然お母さんかもう上ぐらいの年なのに普通に接してくれて、うん、でだからあの CM ですごいびっくりしたんですよ、うんうん、世間一般の人っていうか、あれ誰が作ったの、なんか40歳ぐらいの代理店の親父とか放送作家が考える60で、実際の60って違うし、なんか昔のもう平成もあるのに過去のおばあちゃん像、若作りおばあちゃん像って、で自分すごい前からスマホなんですけど、ガラケーよりもあの普通の携帯よりも全然字が大きいじゃないですか、うん、見やすいし、うん、大きくできるし、ね、そう、大きくできるし、うん、今度その大きくできる方法を一回あの家庭やりますね、うん、そう見やすいバックライトもあるから、うんうん、だからなんかね、そういうことを私がもしプロデューサーだったら、何言ってんのとか言って、ババアバカにすんじゃないわよとか言って、ガラケーの方がいいし、ほらとか言って、うん、で目指せ、ネットの YouTuber とか何とかとか、インスタグラムとか、私たちユーチューバーだしね、今やばばでね、インスタグラマーだって、すっげえばあちゃんなんか、おばあちゃんなんかすごい一番ヒットみたいな、一番いいねとかね、作った方がいいのに、なんかもったいないなっていうか、世間一般っていうか一部の人はそういう風に見てるけど、なんか違う世界観が違うところで生きてるなって感じがするよね。そうだの、なんか他の星の人みたいな、そうそうそう、他の国の人が他の星の人、ああいう可愛いおばあちゃんをやっぱり夢見る人はいると思う。ああ、もちろんね、うん、それはあの男の人が便利と思う女の人になりたいっていう女の人もいるでしょ。西野カナが歌の女歌詞ぐらいの、男の人がこういう女であってほしいみたいな、そこにお答えするで、そういう方が楽だと思う女性もいるのかな、いるとも、まあ、もちろんそれは悪いことじゃなくて、いるんだなっていうことがすごくよく分かって、いや還暦っていうかはおばさん、ババアからおばあさんになるってすごい、今どうしたら、いつもね私たち書いてるもんそれで、最初はもうちょっと50代とかね、先生もね最初の頃はまだうすら若かったからだったけど、なんかもはやね、その60ってやっぱり数字じゃないって言いながらも、いろいろ還暦っていうだけあってすごいなと思って、一回リセットされるんでしょ、そこで。そうなの、昔で言うと干支が回っちゃうから、どうでしょう、まさかと思ったけど本当にリセットされるのよ。本当、本当楽しいよ。あと3ヶ月ぐらいなんですけど。いや楽しいよ。どんな風に、なんだろう、ね、まあもう余計なもの持ってらんないっていう感じがいよいよするだね、あれ。赤いものいっぱい買ったりとかさしてさ、より余力、あ、そういえばこれも赤い、そう、余力がなくなる。そう、そうですね、そういう人が絶対これ白か黒かってか、だからどっかで余力を作んなきゃ楽しくないから、余計なもの捨てようとする、っていうのがあって、そうすると当然だけど人と出会いやすくなるじゃない。好きな人と出会いやすくなる、余計なものがいらなくなるから、だからちょっと苦手な人と合わない、合わなくなる、だね、よくね、だから今人は人、自分は自分って小さい時からうちの母に言われて、私たち下町って割とそうじゃないですか、でよそんちのこと言うんじゃありませんよみたいな、それは私たち下町、東京下町の独特な文化だってことを知らなかった、それみんなそうだと思ったね、だけど結構いろんな地方から来た人とかいろんな考えの人がいて、すごい人のこと気にしてるんだなと思って、で、人それぞれでいいっていう今運動があるじゃないですか、なんだっけ、そういうダイバーシティみたいなことね、そう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 、で、そこから分かり合おうとしちゃダメ
私たちの人は人ってそうじゃないですか、うん、隣は隣だから、うん、うちはうちだからっていう、うん、それで分かり合わなければ分かり合おうとするから無理が来るけど、ほっとけばあそういう人なんだなと思えば、うん、そこでヘイトは生まれないと思うんですよ、うんうんうん、だからおばあちゃんとかもそういろんなこの年になってくるといろんなおばあちゃんが出てくるから、うん、なんかそれはそうなんだなと思って、うん、ああいうちょっと甘いスイートのね可愛い感じのおばあちゃんもいるね、なんか、うん、お散歩にすいません、うん、ここ会社の会議室で撮ってるんですけどいろいろ楽しいね、まあそう なんかそういう、あとはちょっとすいませんまとまらないんですけど、今までのいわゆる60歳とかおばあちゃんとか、うんうん、ただやっぱできなくなることってあるじゃないですか。そのさっきいろいろね、うん、まず目が見えない、それはもういろいろね、近くも遠くも見えない、でも真ん中も見えないし、でもそのね私たち60歳オーバーをね商売にしようと思ったらね、まず字を大きくしよう、うんうん、私たちの方全部字が大きいんですよね、うんうん、だからそういうなんかマーケティング間違ってないか、60歳向け以上みたいな、だってほらビタミン剤ぐらいだったらいいけど、薬の後ろの何日何錠3と2がよく分からないそのために虫眼鏡買ったんですけど、それ命に関わることだからもっと大きく書けよと、うん、なんだ、生も大きく書いても DHC とファンケルぐらいしか大きく書いてないですよ、うんうん、考えてるね、うん、でもあれはビタミン剤だから、うん、もっとなんかな、なんか面白いババア商売じゃないんですけど、ババアに優しくで、そういうところは気を使ってくれないけど、うん、変なところはババア扱いされません、なんか